レインツリーの国は有川博の小説。2006年9月出版の図書館内覧の中の一エピソードとして書いた後に改めて書き下ろした恋愛小説で2006年9月29日に新潮社から単行本が刊行された。2009年7月1日には新潮文庫版が発刊された。2015年9月24日には角川文庫からも 文庫本が発売される。2007年に NHKFM シアターでラジオドラマ化され、2015年には映画化された。自分が好きな小説の感想を書いているウェブサイトを探していた男性が共感する感想をブログで見つけ、そのサイトの管理人であり、難聴を抱える女性と交流を重ねていく。彼は次第にその女性の文章に惹かれ、 直接会ってみたいと思い始める。そして彼は実際に会うのだが、そこで彼はその女性は難聴者だったと知り、その障害を知らずに彼女を傷つけてしまうような発言をしてしまったことを大きく悔やむ。優しさを滲ませる彼は、その後もネット上という細い糸をたぐって彼女と交流を続ける。彼と彼女はその後も関係性を深めていくが、 その過程で、障害者と、それを取り巻く世界を描き、それでいて、大人の恋を巧みに描く長編である。NHKFM の、ラジオドラマ番組 FM シアターで、ラジオドラマ化され、2007年6月9日に、放送された。出演者は、赤星正則、前田明穂か。2015年11月21日に公開された。監督は、三宅基重。 主演の玉森裕太は映画初主演で、ヒロインの西内マリアは映画初出演である。高坂信之はヘルパーとしても時々病院に通っている。病院から戻った早々、実家の引っ越しの片付けの続きを再開する。信之の母が仕事を辞めるため、ここを引っ越すことになったのだ。自分の部屋を片付けていると、 ふと大好きな本の月刊だけがなくなっていることに気づく。月刊の内容を思い出そうとするが思い出せず、とうとう片付けそっちのけで、上巻中巻を読みふけってしまう。本を読み終えても、月刊の内容が思い出せず、気になる信行はネットで内容の検索を始めたところ、瞳が管理人のサイト、レインツリーの国を偶然発見し、とても共感する。サイトには、 メッセージボタンがあったため感想を書き溜めておいた。後日、本業の仕事の帰宅後に一杯やありながら、感想メールのハンドルネームを考えていたところ、ふと名前を思いつきメールに書き込んだところ、息を余って送信ボタンまで押してしまう。メール送信後、気持ち悪がられるのでは、と後悔する反面、返事がもらえるのでは、と期待する信之だったが、返事はなかなか来ず、 諦めかけていた頃瞳からの返事が入る。大喜びの信行はすぐに返信しようとするが、会社の先輩は、返信は夜9時まで待てという。信行は、先輩の忠告通り夜9時まで待って、返信を送ったが、瞳からはすぐ返事が届き、二人はとても盛り上がる。会ったことのない瞳がどんな人なのか、思いを馳せながらメールのやり取りを続ける信行だったが、 とうとう、会いたいというメールを送ってしまう。その途端、瞳からの返事は来なくなってしまった。メールが来なくなって5日目、会社の先輩に話したところ社内の懇親会に誘われ、そこで車内の女の子に気に入られるが相手にせず、場の雰囲気を壊してしまう。懇親会からの帰りの電車の中で、瞳にお詫びのメールをどう入れようか悩んでいたところ、 ついに瞳からの返事が届き、二人は青山の本屋で会うことになったのだった。全国190スクリーンで公開され、2015年11月21日22日の初日2日間で、公衆1億2394万4520円、動員9万1726人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。ありがとうございます。